い、来て初の雨ですね。でもね、雲的にはね薄いんだよ。そんなに分厚くないから止みそうなんだけどね。でも雷がすごい。まあちょタイにねせっかくいるからもう1分1秒無駄にしたくないっすね。コンビニまで行けるかな。ちょっと見ていきます。ちょっと行ってみよう。ちょっとコンビニ買いに行ってきます。これうまそう。なんかうまそうだなこれ。どこでどうやって頼めばいいのこれ。これと、え、ヒヤヒヤヒヤ。なんかよくわかんない。What's this? Top thing. One. No rice? No rice. Ah, okay. This. Only pork, yeah? Yeah. 顔まんがいかな、これ。この揚げた鶏と普通に煮込んだ鶏と、これ絶対辛いよね。多分これをつけて食べるのかな。とスープ。これはあっさりしてそう。スープからいきます。あっさり、めちゃくちゃあっさりしてる。普通にもうなんだろう。なんつうの。Thank you。おお。すごい。味付けバッチリだねこれね。豚のいろんな箇所。虫が。ハエがめっちゃ飛んでる。美味しそう美味しそう。いただきます。あ、うまっ。柔らか柔らかいね。うまいね。この豚肉はもうめちゃくちゃ柔らかいですね。もう見た目超柔らかい。やば、ハエがさっきから止まる。皮っすね、豚の皮。まあ肉もあるんだけど、うん、めちゃくちゃうめえじゃん。やっぱタイってね屋台のクオリティ高いっすね。これ美味しいっすね。なんか生肉とかさ、なんぞ海鮮とかはちょっと怖いけど、こう煮込んであったりとか美味しいし、おすすめです。うん。この、なんか、カオマンガみたいなやつで、50かな ?50 バーツ。で、これが70。70バーツ。米と合う。水持ってくれよった。日本さ持ち込み自由なんだよ。じゃあそこになんか持ってきて他のものを飲んでても食べてても別に言われないの。すごくない? Thank you. How much? No rice, pork. A tea. It's a tea dish. Thank you. Thank you.クラブの前にシンシンシアターっていう、まあ、バーがあるみたいなんで、一旦そこに集合します。俺の友達はゆうゆうね、ゆうゆうとゆうゆうの友達の
人たちと、あとタイの人たちが2人かな来るみたいなんで、だいぶワールドワイドな感じになりそうで、頑張らないと、ちゃんと喋らないとね。ただですね、男一人っていう、緊張するんですけど、国際交流ということで頑張って話したいと思います。なんか男の子の友達もね、作れたらいいなと思うんだけどね。着きました。 My friend is here. My club over. Second floor. Thank you. さあ、移動して今ね、なんとルート66来ました。昨日たまたまダンススタジオの後に通ったクラブ、いや、これ行きたくて気になってたんですけど、なんと今日来れました。めっちゃ嬉しい。うわー、盛り上がってるね。平日作業盛り上がってるね、これね。やばいです。ちょっと中入りますね。今2時になったんで、とりあえずクラブ出ます。2時になると大体バーとかクラブは全部終わるんですよ。なんで今一斉にみんなが、クラブが出てます。ちなみに酔っ払ってます。ちょっとろれつが回らないんですけど、途中でサングラスをなくしたんですよ。もう見つかんないかなと思ったら、何回もしつこくスタッフに聞いたらありました。嬉しい。最後にタイ料理を食べて帰ります。ちょっと酔っ払ってます。大丈夫です。はい。ですごいそのパフォーマーのダンサーとめっちゃ仲良くなりました。ワンチャン俺がタイに住んでこういうクラブでのパフォーマンスやるっていうのもあるかもしれない、ありかもしれない、はい、ぐらい楽しかったです。はい、酔っ払ってます。ではタイ料理食べます。イエイ。とりあえずついていったんですけど、めちゃくちゃローカルな感じ。このいいね、なんかね、めっちゃローカルだわ。めちゃくちゃローカルだ。リンのアピソン、辛いの食べます、食べれます、辛いの。めちゃくちゃ辛いの無理。あ、いや、ちょっとだけ超辛い。あ、大丈夫だこれ。もうこれ、あ、なんか、あ、ピッタタイの焼肉。タイの焼肉。名前なんつうの。セキャオルウカタ。ウカタ。
まだまだ。あ、もうかた。ちょっとずつ。美味しい。カポ、めちゃくちゃうまいです。美味しい。アロイ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 。ビー。ハッピー。アロイ。アロイ。アロイ。まあ逆でもそうだもんな。うん。そう。タイ人が日本に来てください。嬉しい。そうそう。日本に来てください。はい。いっぱい食べて。いっぱい、あの、日本食べてください。うん。そうそうそう。で、イーサンも料理。まあ、タイの中でもイーサン。へぇー。そうそう。これもイーサン料理。何よ。ソンタ。ソンタ。うわ、めっちゃ美味しい。これがサラダなの？パパイヤさん。これは日本にない味。これは日本にない味です。美味しいね。말고참았다호흡을크게뱉으면서날안아봐느낌이좋지않니네가원한것만이기눈하늘의별은맞지만너는다른곳 like crucial star 그곳에나를담을수있니입을담을수없지 예実はね、なんでタイに来たかっていうのを全く言ってなかったんですよ、誰にも。そうなんです。俺もどこまで言っていいのかなと思って、ダンスレッスンをしてることをね。今回は、美容整形ちゃんがそのダンスレッスンをしたいということで、まさかの東京からレッスンをしに来ちゃいました。髪の毛をね、私ピンクにした時に、私、世界各国の美容室行ってお任せでって言うんですよ。おー、いいね。国で一番流行ってる、モテる髪型でオーダーして、ピンクでコスプレされちゃって、韓国アイドルっぽいなって自分で思って。はいはい、そうだね。韓国のダンスを覚えたいなって思って、Twitter で誰かダンス教えてくれませんか、韓国でみたいな。そう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 。それを見つけた瞬間に、ワンチャン俺行きますよっていうことをこうアピールしたら、なんとその乗ってくれて、今回こういう風に来ることになったっていう。初めましたからね、ここね。あ、そうなんだ。会うのは。確かに。そうした。ということで、今日はね、なんと最終日、ダンス最終日です。なんか外でパフォーマンスしたい。あ、いいじゃん。ユニットで。いいね、ダンスユニットで世界回ります。いいジャンプみたいな。いやちょっと夏いね懐かしいね。いいジャンプね。頑張るぞレッスンが終わって、部屋戻ってきたんですけど、やばいのがこれからもしかしたらちょっとタイのアーティストとコラボをするかもしれないです。ラップをもしかしたらするかもしれないです。僕は急にデモを取りに来れるかって言われたから、ちょっとこれからちょっとラップのデモを取りに行きます。わかんないけど行ってみるわ。またちょっとカメラ回すんで、後ほど。とりあえず呼ばれた場所に着いたんですけど、本当になんか騙されてないのこれね。日本語か英語でいいから歌ってくれって言われて、タイに来て一番緊張してますこれ。